はい、どうも小太郎ですっていうわけなんですけどもね、はい、いやセカンドチャンネルねやっていきたいと思います。はい、久しぶりですね。今回はですね、今日はまた飯盛山来てるんですけども、気温が13度ぐらいで無風でね、レイヤリングなんですけども、まず一番最初にね、ミレーの網網ですね、はい、ドライナミックメッシュとですね、その後にですね、この小太郎のですね、今、春夏に SS に向けてね、開発している、タンクトップっていうか、スリーブレスですね。今で言うスリーブレス。ね、それのないタイプをね、こうなテストしておりますね。はい。あと、それとですね、その後に、この高太郎の4シーズンロングティーですね。このあの、高太郎の LTM の4シーズンロングティー来ておりまして、最後に、今日久しぶり来たのこのホグロックスの、ポーラテッククラシックのフリースベスト、ね、来ております。はい。で、結構ね、上りも下りもね、全部気温調整するのと、あと最後、フリースですね。これ、ポーラテッククラシックね、河川なんですけども、ベスト着てるんでね、意外といけますね。ちょっとは、なんか体感暑かったかなと思いながらもね、上りもね。でも、なんやかんやで、これ1枚で。ほんでね、風もないんでね、休憩時もこれで問題ないっていう話ですね。ベストはすごいね、そういった意味では役立つんですけども、今日朝自転車行くときね、なんかすごい肩冷えましたよね。それはそうやな。ちょっと、自転車で風吹くんでね、すごい肩冷えてね、これね、投手やったらちょっと完全 NG 行為やったんですけど、僕投手じゃないんでね、まあよかったなーいう話ですね。なんでね、まあまあそんな感じですかねっていうところですね。で、あとですね、久しぶりに帰ってきましたね、大阪の方に。昨日、昼頃帰ってきたんかな。で、そっからですね、で、まあいろいろ作業をしましてね、今久しぶりに大阪の山なんですけども、11日も行ってましたよね。なんか伊豆から行って、で、どんなルートだったか、伊豆行った後ね、伊豆のイベントね、三角スタンド秋の感謝祭ね、終わった後に高木とちょっとしたね、旅に出かけるんですよ、旅にね。で、高木とですね、沼津のね、三角スタンドのイベント終わって、次の日かな、沼津の拠点、に泊まりまして、アドレスの拠点泊まりまして、ライブしまして、でそっからですね、何したっけな。そっから、沼津アルプス行ったか、まだ動画上げますんで楽しみにしていただけたらっていうのと、沼津アルプス行った後に、その後にですね、どこ行ったっけな。葉山行ってきたんですね。葉山の拠点ですね。葉山の拠点行きまして、葉山の拠点行った後に、鎌倉アルプスね。鎌倉アルプスで、ハンモックしたんかな。またそれも動画上がるんですけども。まあそんな感じで、そこから、いつもの西八王子ですね。西八王子で、まあいろいろとね、お仕事してました。ね。っていう感じでね、合計11日ね。久しぶりに、帰ってきましたね。ほんで、ね、今月ね、あと、愛知県出張ですね。愛知県出張が、土日月か、3日間か。なんやかんやって。ほんで、あとその前にもなんかどっか行ってたよ。舞鶴の方とか遊びに行ってたやろ。ということはね、結局ね、大阪にいるのがね、13日ぐらいっていうね、なかなかの、あれですよね。なかなかの。全然大阪おれへんやんけいう話なんですけどもね。まあでも12月ね、12月はどっか行くっけな。12月ほとんどどっか行かんな。12月は編集とかいろいろやることがありますんでね。まあ、12月はもううち寄っときましょうか。大阪寄っときましょうか。そうですね。ほんまや、12月どこも行かへんな。まあ、どっか、ちょっとね、ハンモックシュラフね、ええのを買ったんでね、ロングトレイルも行きたいなと思いながらね、ちょっとまあ考えてる次第でございます。はい。まあまあ、そんな感じですね。ちょっといろいろと、これからも、12月までまだまだね、ありますんで、突っ走っていきたいと思います。まあ、そんな感じで。ほな、さいなら。